お昼になりました。阿部慎之助です。あ、慎之助じゃないわ違う。お昼になりました。阿部寛です。はい、阿部慎之助は巨人だね。最近野球のことばっかり考えてるんで阿部寛って言おうと思ったら阿部慎之助って言ってしまった。はい、の女性の方からね、もう阿部寛さんは登場しないんですかみたいな感じでコメントいただいたんで、もうね、女性の、コメントはお聞きしますんで、ご要望にお答えします。はい、ただ非難合々だと思います。何が阿部寛やってね、多分そうなると思います。どの面下げて阿部寛って言っとるんやってね、風見慎吾はいつ言うんやってね、いうコメントも来ると思いますけども、はい、今日はね、揚げたてですよ。これポップラの揚げたて唐揚げ弁当、まあ、5個入り、一番ベーシックなパターンですね。5個、8個、10個があるんかいね。え、15個だったっけ、忘れたけど。で、ご飯大盛り、はい、やってきました。あ、今日鮭じゃ、ふりかけいいね。ピンクの鮭ふりかけを散らして、そしてマヨネーズをビャッと、もうね、ビャッと唐揚げにかけまして、あー、いいね、高級なマヨネーズですね、これはキューピーマヨネーズ。え、よいしょ、じゃあ完成しましたんで、はい、画面が揺れてるね。いただきます。うわ、やっぱ揚げたて、これパリパリよ、パリパリ。5個あるもん。あ、ラッキーおっちゃんサービスしてくれたんかな。あ、あく、うん、うまい。皮の部分か、皮の部分が外れたんか。うん、皮の唐揚げうまい。
なみにここはね、白島のね、ローソンポプラ。美味しいね、やっぱ。揚げたてで食べないとね、やっぱね、特にすぐ油が回ってね、美味しさが半減するんで、美味しい。これで袋代込みで618円ですから、そこら辺のコンビニのね、600円ぐらいの弁当を食べるよりよっぽどいいですよ、こんだけの迫力でね。8個入りで700何歩でしたね。1回8個入り食べたんですけど、僕には相当きつかった、腹パンパンになりました。やっぱ普通の胃袋の人は5個ぐらいがちょうどいいと思います。ベーシックなやつで、美味しいポプラの唐揚げ弁当5個入りご飯大盛りをいただきました。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ゴルゴンゾーラ。